バーチャルイーゲーマーの薄井です。知ってるね。トンネルの脇道を見てみようの動画。本日は千葉県館山市、房総フラワーラインです。メルヘン。ということで、早速眼前のトンネルをスルーしまして。なんとなく、こっちに入ってみます。気になった脇道、全部入ることにしているので。寿司屋と、狭い路地、好きだなぁ。組み合わせとして。道の狭さは、すでにちょっと不穏だけど。でもこの、生活感が詰まっている感じ、いいですよね。家々があり、飯屋があり、床屋さんもあり。譲り合いの精神もあり。暮らしている、人が、いいよね。ちょっと広くなりました。安心しちゃいますね。おお、街並み。フラワーラインの、やや雑然とした風景からは想像もつかなかった、家々の密集した街並みです。海も見える。綺麗ね。かなり好ましい光景です。こう、ちょっと寂しい感じに見える街並みが。海に面しており、そこでほのかに日常が続いていく感じ。好きなんですよね。この、意味もなくてくてく歩いたり、ぼーっと海を眺めたくなる雰囲気。いいよな。海が好きなのかもしれない。いいね。杉吉春の風情がある。柳屋主人も、千葉だしな。いやー、カーナビ曰く。フラワーラインはこっち。ほげ。坂道と家々の共空間は、素晴らしいけど。ほげー。真正面の家の感じがまた、すっごくホラー。一応、一方通行というわけでは、ないようです。注意しまくって抜けましょう。この壁もかなりいいね。重ね塗りが剥げて、マーブルになったボロい壁も、かなり好き。しかし坂自体の角度もすごい。おうし。あら。あらまあ。なんだお前。お前ー。いやこら。いい坂だよ。歩いて登りたくなるね。合流しました。フラワーラインに。短いながらも、実にドラマチックな脇道区間でしたね。では最後に、フラワーラインとトンネルのありがたみを味わっておきましょう。こちらは、追い越しのためのはみ出し禁止を示すオレンジの中央線が引かれた道で。決して高規格ではありませんが、先ほどの道とは比べるまでもない走りやすさですね。ただまあ、先ほどの道がこの道の旧道かというと、それは微妙な気もします。房総半島という土地は、明治期からトンネルが掘られまくっていたので。ということで、冒頭でスルーしたトンネルが現れました。お名前は、
大神宮隧道というそうです。すごい名前ですね。ということで、冒頭の分岐は左手です。当然だけど楽。そういう感じで。バーチャルイーゲーマーの、トンネル、脇道チャンネル。次回もワキワキ。